さあ始まりました、レッチドショップ。まあ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 、そこそこ今っぽきましたね。やっていきましょうか。で今回ですね、はい、クラウンを使っていこうかなと思います。でクラウンを使う、あ、いきなり封筒ですね。ありがとうございます。まあイベント始まってるんでやっぱ喉の調子が、コンディショニングが悪い。まあイベント始まってるんでね、結構序盤キラーの方はね余裕がありますね。しかもこんな感じでサバイバーが触ってくる。なんでこれ、なんかバグってんけど。サバイバーがこんな感じでね、封筒開けてくれたら、まあ、キラーもわかるからね、これ美味しいです。さあ、なんでクラウンを使うか説明していきましょう。そう、ワンパン瓶がですね、ナーフされちゃったんですよ。悲しんでる人多いんちゃうかな。僕はね、クラウンのファンやったんで、めちゃめちゃ悲しんでます。サバイバー全然おらへんな。あ、ここ触ってるわ。よし。さあ、これはガンガン行くよ。おおおお。なんか待って、クラウンが。待って、待って待って。やばいやばい、バグってる。やば、え、瓶かい、え、な、え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 、瓶投げないバグ起きてんねんけど。やばすぎ。What? え、瓶投げないバグって何？そんなバグ今過去になかったぞ。瓶投げないバグあんねんけど。やばすぎじゃないですか。ちょっと待って、いきなり不利やねんけど。これ追いかけないですね。回されちゃうかも。何その瓶投げないバグ。あ、今投げてくれるわ。1回目何やったやろ。まさかの開幕喉のコンディショニング悪いプラス瓶投げないバグでめちゃめちゃ動揺してるんですけど。そうなんですね、ワンパン瓶の数がですね2本減らされちゃいました。まあ、それがね、どれぐらい影響出るかというところで、まあ、ぶっちゃけこれ安物のジンボトル持ってきてるんで、あ、数、まあまあ、まあまあ、あいたー。それは甘えてもらったら困るね。はい、まあ、こういう時大概ないんですよね。で、これしっかりと加速させていたちけり込みます。抜かり、何？なん、めちゃラッキー、めちゃラッキー、これめちゃめちゃラッキーやねんけど。しかもどの道あの人はストライクケアで続きなかったからめちゃめちゃ美味しいやん。よしよしよし。で今回僕が何をしたかというと、瓶がね2本減らされたんで、これ抗おうと思って安物のジンボトル持ってきました。まあ、つまりですね、つまりですよ、つまりこれ安物のジンボトル持ってきてやっと前の状態に戻ったんですよね。これね、ほんまに悲しい、マジで。これデフォルト今4本じゃないですか。これジンボトル持ってこなかったら2本なんですよ。まあでも正直ね、ワンパン瓶めちゃめちゃ強いです。だから妥当な調整やとは俺は思ってる。僕はしっかりと当てて、よく外していく、荒れていく、殴っていく。やっぱりね、強いな。うん、でもね、これね、これめちゃめちゃ簡単に荒れてるように見えるけど、これめっちゃむずいですよ、瓶当てんの。よし。で、ワンパン瓶使ってるときはね、あんまりね、これね、循環にね、ボトル使いたくないんですよね。移動速度を上げることができるんですけど、あんまり使いたくないねんな。うん、どうしよっかな。ここ壊してもいいかな。まあ、近場で、まあ、ゆるキャンしながらね、みんなでね、ゆるキャンっていう言葉流行りましたよね。どうしよっかな。またあそこ回してるんかな。あ、ビリビリなってるわ。あ、いましたね。さあ、メグちゃん追いかけるか。はい。さあ、しっかり直撃から。まあ、こんな感じでね、予測で、サバイバーの進行方向に向かって瓶投げて、うわ、え？え？ストライク残ってたん？マジで？あれ？あ、前釣った人か。頭混乱してるわ。ストライク残ってたんか。あ、これは追いかけます。毒ガス踏まして、さらにここで踏ませて、でこれ遅くなってるんでね、でこれ戻ってきます。
はい、オッケー。手こずらせやがって。まさか DS 誰と思わへんかった。動揺したわ。よし。さあ、釣りますか。正直、前のアップデのところで、僕は、こういう風に、まあ、強いアドオンですね。まあ、クラウンのワンパンビに関しては妥当やと思うんですが、正直、ウルレアというのはコスパがめちゃめちゃ高いですからね。そんなに強烈なナーフはしないでほしいなっていう風に希望を述べたんですが。まあでも、クラウンのワンパンビに関しては正直妥当かなって思う。まあ、強すぎたかな、まあ、当てるの難しいけどね、言うて。そこは分かってほしいなって思うけど。まあこれもうストライク打ってるんでね。これはターンをします。トンネルですね。サバイバーの進行方向に毒ガス投げてあげて、まあ、しっかりと遅延してあげて、これデッドハート打つでしょ。打ったけど全然効果ないね。はい、メグちゃんごちそうさまでした。オッケー。最近ね、横川さん結構きつい立ち回りちゃんとしてくださいよってね、配信のコメントとか動画のコメントでもらうんですよね。で、あんまりね、これ動画撮ってる時にガチガチで立ち回りたくないのは、そのなんか立ち回りの幅というかね、まあガチガチの立ち回りってせ、あの、せってなんや、ガチガチの立ち回りって結構一貫性があって、そのパークとかアドオンに依存しないことが多いんですよ。だからやっぱりね、こういう風な、パークをたしなむというかね、アドオンをたしなむというか、そういう時はね、極力、ガチムーブはね、しないようにはしてるんですわ。はい。はい。まあでもあれやね、そう、最近のコメントね、そのキャンプされる理由をね、キャンプされる理由とか、トンネルされる理由をね、説明する動画作ってほしいなーっていう風なことを視聴者の方から言われましたね。まあ、これはサバイバー目線で作ってもらってもいいですよみたいなことやったんで、まあちょっとこれ話しながらやるか。でもね、やっぱりね、まあ、トンネルはまああれやな、わかりやすいけど、キャンプとかトンネルってね、必ず理由がありますよ。あれ？これどこ行った？おるよな。やばい、ミスった。これは僕ミスりましたね。で、キャンプに関してはね、もう分かりやすい、ことを言うとね、やっぱ離れる理由がないときは基本的にキャンプしますよ。それはね、覚えといた方がいいと思うわ。初心者サバイバーさんも、初心者キラーさんも、まあ俺も、極力配信でそれは言うようにするけど、やっぱりその、サバイバーに気持ちよくね、チェイス、とか気持ちよくゲームさせるためにやってるわけちゃうからね。ある程度はやっぱりそのきつい立ち回りっていうのを教えた方がいいかな。あとやっぱこれツイッターで話題になってたんやけど、発電機回んのめっちゃ遅いね。あ、壊された今フック。発電機回んのがめちゃめちゃ遅いわ。やっぱそのガママッチが最近めちゃめちゃ増えてるらしい。俺この前の動画でも言ったんやけどさ、運営さんが明言したじゃないですか。もう、あ、今ね、皆さんガバマッチめちゃめちゃ多い理由ね、この前運営さんが Q&A で発表したんですけど、なんでか知ってます？これ実はですね、冷凍を優先するのはまあもちろんなんですけど、それ以外にもね、なんとマッチを早くさせる。まあどういうことかというと、円滑にマッチをこう回していくために、レートが違うプレイヤーも、そのマッチ時間を優先する、というところで、マッチさせてるってね、運営さんがね、この前の Q&A でね、まさかの明言されましたよね。やっぱりそうかと思ってね、プレイヤーの方多いんじゃないかな。ここ二人いましたね。でもさすがにそうじゃないと、そんなマッチが起こりうるわけがないんですよね。ちょっとおしゃべりの方に集中して、プレイが、あはが、やばい、サバイバー加速させちゃった。オッケー。さすがにね、やっぱり我々、まあユーザーが感じていた、あのガバマッチですね。まあレートが違うのにマッチしてしまうというのはやっぱりロジックがありましたね。まあロジックというか、裏がありましたね。まあみんな薄々感じてたと思うんですけど、やっぱりね、そのレートにプレイヤーがいないとどうしてもね、違うレートから持ってくるしかないですよね。まあこれはしゃあないねんけどな。さあ、ネアちゃん、追いかけますか。ぴょん。
はい。あ？おー、やるね。ねやちゃん、やるね。君、待ちなさい。あ、しっかりバックステンで。これ、板倒すな。どうぞ。しかし、私は板壊しがあるんですね。残念でしたね。さあ、ねやちゃん。チェイスを楽しもうじゃないか。これ、窓飛ぶかな？飛ばないね。えい。さあ、しっかりディレイをかけていって、これ、殴ってくる。ごちそうさまです。さあ、さっきなんかバーンって言うとったね。どこがバーンって言いよった？タップさん。今回、ソウの学術書が出てますけど、ミッションやっておられるのかな？さあ、どこだ？見逃さないぞ。どこに行った？ん？ここではないか。さっきどっかバーン言うたよな。近場やったんかな？この辺全然回ってないですね。起こしに行くかな？タップはさっき工具箱を破壊、工具箱でフックを破壊した。そうやね。さて、どこだ？タップ。ここら辺おるかな？これ、板壊します。いますね、ここ。この裏おるんちゃう？あれ？ What？ どこ行った？あれ？逃げ足早すぎやろ。あ、いましたね。タップくんかな、これ。あ、二人おるわ。二人おるとか、そんなことありうる？さあ、これ捕まえたいですよね。ねやちゃん気づいてないと思ってるわ。当たってない。はい。空の。はい、オッケー。さあ、タップくん、この辺おったんでね。探していきますか。てか、思いっきり痕跡残ってるやん。どこ行った？どっかしゃがんでないか？いましたね。この裏に。リロードします。この裏います。うまいやん。はい、さよならでした。これ、マックを持ってたらやばかったけどな。何？は？ネアが起き上がったんだが？やばいやばいやばい。やばー、これ。あぶねえ。マジで危なかったんけど、これ。ネア不滅か。やっばこれ。さあ、これ、溜めて瓶投げるか。ちなみに、クラウンなんですけど、この、ピカーンってなったら、遠距離瓶になります。危ねえ。マジで焦ってんけど、ほんまに。危ない。そんなサプライズいらんで、ほんまに。はい、ということで、まあ、全滅ですね。ありがとうございました。さあ、結果の方を見ていきましょう。冷酷か。まあ、ワンパンビン使うとね、どうしてもね、ここの、米が美味しくないっていうのはね、これ、致し方ないですね。で、問題のポイントが、さあ、このイベントね、ほんまに、縞模様2万1000か。ちょっと渋いなということで、まあ、僕のスコア5万1000。741ですね。ちょっとサバイバーと比べたら結構ポイントもらってるように見えるんですけど、これね、あ、そうや、補足情報なんですけど、この赤い封筒ですね、なんと28,888というのがボーナスであるらしいんですよね。僕過去に一度だけゲットしたことあると思うんですけど、まあその辺のところで、まあストレスなく上振れ狙うんだったら、サバイバーの方が、まあ今めちゃめちゃ人気あるんですよね、サバイバーが。で、なんかもうサバイバーが今人数多すぎるから、結構こうガバマッチになってるっていう風な情報がね、まあツイッターとか、まあそれ僕の動画とかで結構、情報がね、飛び交ってるんですけど、まあその辺はまあしゃあないかなと思います。
そしたらもうキナーやるしかないもんね。ということで、はい、まあ今回は、はい、ナーフされた赤毛の小指ですね、クラウンのワンパンビン使ってみました。まあ、正直ですね、あの、2本減ったというのはめちゃめちゃ痛いです。ただ、まあ、試合見てもらったら分かるように、赤毛の小指、めちゃめちゃ強いんでね、まあ、ここのナーフは妥当かなというふうに、まあ、個人的には思ってます。ただですね、やっぱウルトラレアドンというのはね、コスパが高い。ということはですね、まあ、これ試行品なんですね。まあ、つまり、あんまりナーフせんといてほしいかな。まあ、めったにそんなポン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 使うもんじゃないから。っていうのが、まあ、僕の感想ですね。はい、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。バイバーイ。